鶴ヶきらめき温泉リラポート鶴ヶきらめき温泉リラポートは福井県鶴ヶ下鹿野にある温泉付き娯楽施設。2020年2月5日から無期限で休業となっている。2002年12月16日に開業。鶴ヶ市が整備し、当初の名称は鶴ヶ市民健康増進施設として整備が進められた。 名称は公募で選ばれ、温泉名を、鶴ヶきらめき温泉、施設名を、リラポートで決定した。総工費約36億円をかけて整備され、そのうち、約24億円が高速増殖炉、文樹の交付金で賄われている。なお、名称は前日の温泉名と施設名を合成した、鶴ヶきらめき温泉リラポートを、鶴ヶ市の条例で定めている。 入場者数は2006年の約24万1000人が最高でそれ以降年々減少し続けており2016年度は18万7362人2018年度は約15万7000人となっている大浴場は北陸トンネル掘削時に湧き出した冷静を加温する高温泉と リラポート地下1500メートルを掘削して湧き出させた中温泉を使用した天然温泉であり、露天風呂とバーデープールを備える。宿泊施設はないが、レストランやカラオケルームなどを設けている。一度入館すると温泉やバーデープールを何度でも利用できるシステムとなっている。鶴がきらめき温泉リラポートでは2009年から指定管理者制度を導入している。 同年4月1日から指定管理者として南洋ビルサービスとレンティックチューブの2社による企業体が運営を行った。2017年6月に北陸南洋ビルサービスが経営破綻したことで鶴ヶ市は同社の指定を取り消した。その後鶴ヶ市は指定管理者を再選考し2018年から浜名湖グラウンドゴルフパークが新たな指定管理者と決定した。 浜名湖川は入場者数の増加を目指すため、1階にカフェを新設するなど、施設のリニューアルを2018年に実施した。ところが、浜名湖川が2019年7月に、鶴ヶ市の補正予算案に計上された事業費の受け取りを拒否し、南洋側の不透明な経営状況に疑問を持ったため、鶴ヶ市議会は、地方自治法第100条に基づく100条委員会を、 同年九月定例会で設置を決議した。二千二十年二月七日には、鶴ヶ市長の淵上隆信が委員会での承認尋問で手続き上の不備はあったが、大きな責任はないと証言したが、市議会は鶴ヶ市に指定管理者の予診管理や内容側の不正経理の疑いなどについて不適切な行為があったと認定し、浜名湖側と協議して施設の運営継続と、 早期再開を求めた。なお、浜名湖川が2020年1月31日に営業を一時停止する申し出があったことにより、同年2月5日から休業。鶴ヶきらめき温泉リラポートの再開は未定となっている。ありがとうございます。